ました。来ましたよ。うー、はい、こっち側、はい、竹下通りの前にいます。はい、はい、これから今度次はですね、私たちは最近、表参道と原宿の間あたりにできた美味しいコーヒー屋さんに行きたいと思います。行きましょう。はい、ではレッツゴー、はい、レッツゴー。ご存知でしょうか。ここがあのインドネシア人のインスタスポットだと聞いていますが、いかがですか。はい、正解ですね。聞いたことある？あるよ。だよね。絨毯とお祈りするための用意がされてるんですね。抹茶ラテ、抹茶ラテ、スナガン、オッケー、ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。来ましたよ。じゃ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 ーん。注文したのが来ました。カングータ。あ、アパカカムパ。あ、注文ってなんて言うんだっけ。パサン、パ、え、ペサン、アパカカムペサンヤ、アパヤンカムペサン、アパヤンカムペサン。何を注文しましたか。カフェラテ、カフェラテ、カフェラテのホットと抹茶ラテです。はい、ちなみにこの緑のケーキは何ですか。これがですね、パンダンケーキですよ。パンダンケーキ、あ、はい、インドネシアでも有名、みんな、有名です、みんな知ってる、みんな大好き。言われたらね、みんな知ってるんだよね。あ、そうなんだ、うん、パンダン、パンダン、なんかあれだよね、バニラの香りがする。それですよ。するインドネシアに生えてるあの緑の草ね。そうです、緑の草のバニラ味する、うん、もので、ものだよね。で、植物で、食べて大丈夫。大丈夫なんです。だから、インドネシアが、緑色、うん、食べ物あると、ほとんどパンダン使ってるんだよね。あ、なるほどね。はい、じゃあ食べたいと思います。今から食べたいと思います。思いますよ。ちょっと、お店にいっぱい人がいるので、ちっちゃい声でやりたいと思うんですけど、あ、ちょっと待って、しよう。見てください、砂糖2本持ってきてるこの人。あ、でもそうですね、あのさっきのテーボトルも甘かったけど、うん、あれですね、砂糖2本入れるんですね。入れるんですよね。なんで入れないの。甘みが好きです。はい、どうぞ。綺麗にね、
まんべんなくすごい綺麗だよね、このさ表面が。このコピカリアンの抹茶の盛り付けもいつも綺麗。あ、本当にもう全部2本丸々入れるんだ。で、そうだよ、その後は満足。わあ、おいしい。甘い。甘い。好きだ。甘いっすよ。マニスや。マニス。マニス。はい。ってな感じで飲みたいと思います。抹茶ラテも一口飲みます。この抹茶ラテは多分私は世界で一番美味しいと思っていて、東京でね。私が今まで飲んだ抹茶ラテの中ではこのコピカリアンの抹茶ラテが一番おすすめです。うん、あー美味しい美味しい。あのぜひ皆さんコピカリアンに来たら抹茶ラテおすすめですので、カフェラテも美味しいけど抹茶ラテも美味しいので飲んでみてください。いただきます。どんな味ですか？甘い。甘くて、なんかちょっとバニラみたいな香りするのと、色が綺麗。やっぱこれシフォンケーキですね。だからパンダンの甘いシフォンケーキって感じです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでーす。美味しかったです。アルハムドリーナー。 はい、ということで、本日はコピカリアンを紹介させてもらいました。ぜひ皆さん、気になったお店がありましたら来てみてください。はい、ではまたねー。バイバーイ。